さん、こんばんは。たった10分の時間なんですね。まあ、最初はOSS のこととか、あるいは、日本がですね、原爆を作っていたということをですね、ちょっと面白いニュースをですね、話してみようかなと思ったりして、山下先生と、に言ってたんですが、たった10分だとするとですね、ちょっと時間が足りないので、私は天皇陛下のですね、在位30年ということで記念式典に招かれましてですね、で国立劇場で、盛大な感謝の祝典に参加できまして、私はおそらく学会の代表だろうと思うんですけれども、2階の一番前のですね、真ん中の席をなぜか与えられてですね、でちょうど上からというか大変光栄だったんですけれども、天皇陛下、皇后陛下の2人の姿を拝見することができて、大変光栄だったわけです。でやはりこの30年という年がですね、この、天皇のお言葉によりますとですね、やはり戦争がなかったということを、おっしゃった、これも決してですね、日本人の全体の、ある意味での平和志向というものがですね、この世界にも影響を与えているということは、これはもうご存知と思うんですけれども、3.11 のですね、大震災の時の日本人の在り方がやはり世界に影響を与えているという、そういうことと同時にですね、やはり天皇陛下の存在、ご存在っていうものがですね、世界でも平和のシンボルということであると思うんですね。でこのことはやはり世界の左翼化というかですね、世界が社会主義が確かに消え去ったとはいえ、ソ連ではですね、しかしやはりまだ相変わらず左翼が強い面もあってですね、これはまさに張り子の虎なんですけれども、しかしそういうところの言論に対してですね、やはり我々が戦っていくということが、はっきり認識されないと、やはりまだまだですね、こういう保守の論なり保守の言論がですね、この論理的な、結局マルシーのようなこう一つの論理に過ぎない理論というかですね、これが実を言うとグランドテオリーとしてですね、まだ経済界でも一般のですね、言論界でも他にないということでですね、跋扈しているというか支配しているということがあるわけですね。やはりそれをですね、徹底的に批判するということが我々の使命であるしですね、同時にそれが日本というものを守るということにも通じるわけです。で、そういうことでですね、私はそこで両陛下のお姿を拝見しながら非常にですね、感動したわけですけれども、同時にですね、お言葉の中にこういう言葉があるんですね。天皇陛下がですね、やはり象徴として私はどういうことをしていいのかと、そういうことをずっと考えてきた、あるいはそういう行為をしてきた、行動をしてきたとおっしゃったわけです。この象徴としての、これはもちろん皆さんがご存じのように国民統合の象徴ということでですね、憲法に書いてあるということであるわけですけれども、果たしてこの言葉がですね、我々 のそういう天皇の、ある意味で理想的な姿を果たしてですね、規定しているのかどうかっていう問題ですね。で何度もこの象徴としてのという言葉をですね、お言葉の中で繰り返されたことに私は大変気になっているわけです。でこの象徴としてっていう言葉がどういうことなのかということですけれども、
まあ、ニートベイと稲造小堀先生なんていうのはニートベイ稲造の言葉だっていうことをまあおっしゃって、それがまあアメリカにも影響したんだとおっしゃるんですけれど、というと私はですね、これはまさに OSS の規定した言葉なんですね。これはあの1962年にまあ、OSS のですね、ある種の一つの草案ができているわけですね。でその中にですね、天皇を象徴として利用するっていうことを書いてるんですね。でその象徴っていうことが一体何なのかということは、これはフランクフルト学派って当時ですね、アメリカの共産党や基本的にですね、OSS という組織を支えていたイデオロギーグループっていうのは、やっぱり単なるソ連のスパイじゃないんですね。結局そこにですね、新しいフランクフルト学派っていう言論をですね、あるいはまあ宣伝戦で思想戦で人々をですね導くというか、そういう方向転換をしているわけですね。でこれがですね、グラムシーにせよ後のアドルノにせよですね、ホールカイマンしても、こういう連中が戦線を思想の方に、あるいは文化の方に向けたんですね。でこれは同じように中国の文化革命っていう、文化っていう不思議な名前がついていることの原因なんです。でそれからそれ以後もですね、ご存じ68年の5月革命、そして日本における大学紛争ですね、こういうものから始まるですね、完全に新しいカルチャルスタディをはじめとしてですね、日本あるいは社会を分析する方法をよりこう潜在的なマルクス主義から、やはり具体的にそれを破壊する方向に持っていこうとする、そういう こう流れが厳然と出てきたわけですね。ですから今皆さんが文化っていうかね、こう全体の世界の文化を見てますとですね、非常にこの中性化して、あるいは空虚なものになっている。ですからそういうこのあらゆる文化がですね、世界中グローバリゼーションといっていうことは、世界が全部同じ格好のですね建物ができですね、そして文化や伝統を忘れさせようとする、そういうことの動きの中に突き進んでいるわけですね。ですからそういうところをですね、やはりはっきりとノーというですね、そういう動きにしなければならないわけです。でその文化と伝統っていうのは一体何なのかということを、逆に彼らが忘れさせる教育を大学でもやりですね、もう教育でずっとしてるわけです。ですからもう隣神社が仏閣があるのを、それが何だかもわからないような、あるいは存在さえ、ないかのごとく教育をしているということになってるわけですね。ですからそこをですね、我々は日本の国の国税としてですね、そういうものをもう一度ですね、しっかりと捉え直すということをしているわけです。でやはりそこのところでですね、やっぱり天皇のご存在というのは非常に大きいわけで、そこに文化の中心があるわけですね。でそのことがですね、我々のとって非常に重要な問題であるわけで、そのことを私の両脇もですね、一応学者だったんですけども、やはりそういうことでですね、ずっとそのこのもちろん安倍首相、それからね、はじめとして官僚と、そして三権の長という、そして外交のですね、大使の一番会長の方とか、そういう方がずらっと前に並んで、これがですね国体っていうものなんだっていうことを、かなり強く認識しているわけですね。でこの国体っていうのはやはり体ですから、こう人間の体なんですね。でそういう形をその天皇をはじめ
総理大臣をはじめですね、最高裁あるいは衆議院議員、参議院議長をはじめですね、そういう人間が、日本人がやってるという姿を見る、まあ、そのことをですね、私は非常に感銘深く感じたんですけれども、それが日本のですね、やはり根幹であって、あとのこう、まあ、マスコミとかいろんなことが言われてもですね、これがしっかりしてるっていうことが本当に大事で、これが125代続いてるっていうことに対するですね、我々の、まあ、日本というもののこう強さっていうかですね、そして揺るぎなさっていうのを感じ、また同時にそれを守らなくちゃいけないっていうことへのですね、思考というか、まあ、我々のですね、考え方を、まあ、展開していかなくちゃならないだろうと、まあ、そう思って、まあ、拝見して、で特にその後のお茶の会もですね、たくさんの方が来ていて、やはり天皇家がおられることによって、あられることによってですね、我々が国家っていうね、家というものが、日本のステートでもネーションでもない、家というものが日本の根幹であるわけで、そうするとやはりそこが全部家族だっていうね、そういうことが我々のまあ一つの結びつきの、まあ、大きなですね、要因となっているというふうに、まあ、そういうものを感じざるを得なかったんです。ですから天皇皇后がですね、本当に人々に親しくお話になるということは、やはりそういう家族の一員をですね、に話すという、まあ、そういうことだろうと思うんです。でこういうことは非常に稀なですね、契約国家だ近代だというところの国家論と違う日本というものの伝統をですね、こう示しているものだろうと思って、非常に、まあ、感動を持ったわけです。まあ、ちょっとあんまり長くなると困るので、この辺でやめておきます。どうもありがとうございました。田中平日様、どうもありがとうございました。